はい、どうも無限パンダチャンネルです。本日はこちら7月広島アンフィニの坂津区をやっていきましょう。じゃあもうこれサブ組で試合組んでいこうか。無限調子悪いから無限外そう。奥田と戸口を組まして、で小川塩谷で立川で川又と小杉だな。外国選手枠オーバー？あ、そうか、ポグバが入ったから。1、え、持って、1、2、あ、そうか、4人いるのか、コシッチもいるから。なるほど。じゃあポグバベンチ側にしとくか。わあ、いいね。わあ、めっちゃ強いじゃん。オッケーオッケーオッケー、強い強い。 3-0 サブ組でも余裕の 3-0 です。まあ、オブザマッチは小川圭次郎選手ですね。試合評価、あ、みんないいわ。ジュビロ岩田とかいんの？マジか。日本勢ちょっと嫌だな。あ、無限選手がどうも疲れてるように見えたんですよ。だから気になって差し入れ。わあ、嬉しい、ありがとう。無限さんもずっとコンディション悪いから今。わあ、さあ2試合目はジュビロ岩田ですね。結構厳しい戦いになるなこれ。ただサブ組で戦います。川真田、川真田ですね。これで OK かな。あれ、ポグバが小川入れてない。これでいいか。どうだ。オッケー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 、ジュビロ破った。決勝、川又のゴールでジュビロを撃破しましたね。オッケー、いいいい感じ。決勝はプサン FC か。オッケー、プサン FC はね、あれ AFC チャンピオンズリーグのグループリーグで何回も戦ってるから余裕っしょ。お疲れ、取れた。 OK、 これで後半巻き返せるね。さあ決勝は 3FC とですね。さあ決勝戦やっていきましょう。お、上り座と1点決めた。オッケー、優勝。 1-0 だけどなんとか優勝したね。いいよいいよ、オッケーオッケー。
賞金いくらぐらいなんだろう。アジアチャレンジカップが終了したよ。私たちのクラブが優勝だって嬉しいね。お、3億もらえるのか。でかい。8月へ突入ですね。おお、8月はマリノス戦なのか。ルヴァンカップは。なるほどね。さあ、8月に入ってまず第1試合目はジャパンクラブカップ決勝トーナメント、F マリノスとの対戦です。さあ、こちらはですねルヴァンカップになりますんで、ルヴァンカップは優勝賞金が1億円とちょっと安いので、こちらは早送りして、試合は見ずにやっていきたいと思います。お、アウちゃんと行ってきた。飛ぶわ、飛ぶげ。素晴らしい。アウェーで3対0で勝ちましたね。まあ、オンザマッチは無限ですね。さあ、8月の第2試合目はですね、J リーグジュビロ磐田のホームに広島を乗り込んで戦っていきたいと思います。さあ、アウェージュビロ戦行きましょう。藤田左にパスを出します。早い時間でね、先制点をしてどうしますか。ここは左へ、阿部ボールを離しません。じわりじわり来られてる。オッケーオッケー、ナイス。大橋うまく守りました。前半11分、ここからどうするか。大ボール、ここからどうするか。シュート打ちたいね、シュート打ちたい。面白い。いや、パスするんかい。ファーサイドに上がる、上り坂。いや、惜しい。ゴールマウスを捉えきれませんでした。今のプレイをもう一度、上り坂、プレッシャーに負けてしまいました。さて、ゴールキックで試合再開です。あそこはもうシュート打ってもろて、ディフェンス防ぎました。打ってもろて、決めてもろて。このボールを右へ、ボールを回します。小林、ここはナイスディフェンス。いい、シュート。うわ、惜しい。うまくコントロールができなかったようで。オッケーオッケー、ナイスシュート、ナイスシュート。ゴールキックで再開です。積極的ね。カズ、ナイスカット、うまく守りました。うまい。ゴールマウスを捉えきれませんでした。リプレイです。同じシュートの外し方、ちょっと力みすぎたんでしょうか。何回してんのよこれ。ゴールキックで再開です。あそこ決めてもらって。テクソンドン、素晴らしいテクニック。ここは左へ、ここ抜かれんな。前田、左へ出します。ちょっとまずくない、まずくない。誰も行ってないよ。おい、さあ、いった。いいや、オッケー、ナイス、立川止めた。広島、パスをつないでいきます。それは岩波、岩波、さあ、組み立てます。いいボール。前半で1点取っておきたいけどな。左へ出します。オッケーオッケーオッケー、シュート行こう、シュート行こう。つながるか、シュート行こう。オッケーオッケ
コーナーコーナー、ここは止められます。ボールを入れます。打った、岩波うまい、オッケー、ナイス、ダーッときた、ゴール、岩波見事に先制ゴールを決めました。ナイスゴール、そしてナイスアシスト無限。リプレイが出ます。岩波うまく頭で合わせてきました。いや、やっぱ無限のセットプレーは試合再開です。オッケー、広島前半終わって1点リード。スバラスバラ前半いいよ。後半開始のキックオフ、広島もう1点取っていきたいね。ここからどうか、まあ、いいボール、さてどうだ、どうする、チョンビョンブキうまく守りました。ちょっと早めにパスしたかったな。山田、さあ組み立てます。藤田ボールを回します。チョンウヨン、いい動きです。そこで取ってきたいね。ディフェンス防ぎました。広島ここからどうしますか、ここからどうするか。ポグバうまい、ポグバうまくボールをキープ。シュッチ、うまい、シュート打った、シュート打った、さあチャンスだ、オッケー、ナイス、きた、決まってました、中山追加点がここで入りました。つるすに一撃、今のプレイをもう一度、中山うまくフィニッシュまで持っていきました。ナイスゴンさん。ジュビロ、どうやら選手交代のようですね。キックオフで再び試合が始まります。いい感じ、さあ組み立てます。ジュビロ左へ出します。いやーボール取らんか、ここからどうするか。ボールを回していきます。オッケー、素晴らしいテクニック、青ちゃん、青山いいカットを見せます。ボールをキープします。素晴らしい。後半28分、うわうまい、ね、広島ここで大きく右へ、OKOKOK、素晴らしいテクニック。広島パスをつなぎます。いいよ、いいよ、いやー来たか、いいよ、ここはディフェンダーが止めました。張った、しっかり取ります。長いボールを送ります。もう80分か、山田選手交代なしでいくか。じゃあジュビロパスをつなぎます。このままこのまま終わろう。ジュビロ左にパスを出します。ここからどうか、無失点よ、集中集中、ボールを回していきます。まずいまずい、ちょっとまずい、あぶな、あぶな、あぶな、決めたかったですね。それではリプレイを見てみましょう。カナゾン、プレッシャーに負けてしまいました。あぶな、普通抜かれてるから。ゴールキックで再開です。大橋さあ90分カズ終わるかな、ここでホイッスルです。オッケー、ナイス、広島勝利を収めています。アウェーで 2-0 は全然いいよ。オッケーオッケー。さあ本日のマンオブザマッチは岩波選手ですね。試合後のスタッツはこのようになっております。選手評価点はこのようになっております。わあ、まあそして広島のフィンが依然1位で勝ち点も15、どんぐらいついてるこれ、12勝ち点差ついてますね。さあそしてルヴァンカップ決勝トーナメントは F マリノスと、広島アンフィニの対決、今度はホームに、広島アンフィニのホームに横浜 F マリノスを迎えての対戦ですね。こちらも試合は飛ばしていきます。オッケーオッケー、 1-0、 青ちゃんのゴールで 1-0 で勝ちました。マオザマッチ青山選手ですね。試合の評価点ですね、こちら世界ショック、
次は清水エスパルスですね、対戦は。で、逆のトーナメントはサンフレッチェと浦和レッズが準決勝ですね。なるほど、この2クラブのどっちかが決勝に上がってくるわけね。さあ、8月第4試合目はですね、広島アンフィニーのホームにベガルタ仙台を迎えての J リーグ対公式戦になっていきます。全国のサッカー愛好家の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨模様、スタジアムの熱気も上がってまいりました。雨です。前半の45分が始まりました。さあ行こう、決勝。岩波、このボールを左へ。ウィルソン怖いね。面白い、うわ、いいボール、カット。ここでカットします。これは防がれます。今のプレイをもう一度。いや、いいスルーとショットだ。コーナーキックの場面です。オッケー、セットプレーの武器なんですよ。今うちは待望の先制点が入りました。岩波決めた。またそれではもう一度見てみましょう。試合連続 J リーグ決定戦ゴールです。ここさあ試合再開です。いいね、セットプレーから点取れるの。左へロングボール、ね、そこはもうアウちゃんが読んだ。ディフェンス防ぎました。コシッチ、アウちゃんのパスカット素晴らしいね。コシッチ左へ、うわー、いいとこ打て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 、さてどうだ、打っていい打っていい。ここはディフェンスが止めました。早く打てよ、もうコーナーキックの場面です。素晴らしい反応。いい、ここはディフェンダーが勝ちました。打て打て、抜け打て、吉松か、右へ。オッケー来た、決まりました。素晴らしい、広島追加点決まりました。それではもう一度見てみましょう。このアシスト素晴らしいな。ここはきっちり決めてきましたね。めっちゃアシスト増えてない。いいね。キックオフで再び試合が始まります。さあ早くも 2-0 です。ベガルタ、ここからどうしますか。いや、今年の MVP が無限が欲しいな。マルシオ・リシャルダスの調子いいからね。さあ組み立てます。富田、さあ組み立てます。このまま評価点を落とさないように。ベガルタ、右へ出します。 OKOK、ナイス。ここはディフェンス頑張ります。広島、ここからどうしますか。オーツ、パスを出します。やっぱね、ボール取られてもフォローみんな行ってんだよね。左へ、ここからどうしますか。ここがね、去年と違って点が増えてる要因で。富田、ここでイエローカードが出ました。カズ、この位置から果たして狙ってくるのか。あっと狙った。いや、惜しい。このシュートは外れました。いや、背番号8が輝いてるよ。今のプレイをもう一度。カズ、ゴールキックで再開です。まだ17歳。和田、右に叩きます。うわ、うまい。そして上、OK、前半終了。広島、後半もこのリードを保つことができるでしょうか。さあ 2-0 で折り返した後半開始のキックオフ。パスを送ります。今のとこベガルタにボールを回していきます。ベガルタ、パスをつなぎます。コシッチ、コシッチ、中山、うまいね。青山、どう持っていきますか。どう持っていきますか。いいよ、惜しい。角田、危ないところを防ぎます。ベガルタ、さあ組み立てます。ベガルタ、ドリングパス、はい。うわ、ファウル、ファウルです。PK か。それではウィルソン、この位置から果たして狙ってくるのか。直接狙った。 OKOKOK、 まあフリーキックはなかなか決めないけどね、うん、今のプレー大丈夫。さてゴールキックで試合再開です。あ、来た、イケイチのスーパーフィード。
かっこいいね、やっぱこの光るプレー。富田、ここはナイスディフェンス。ポグバ、ポグバ、ナイス。ボールを回していきます。すげえ、行こう行こう、シュートシュート、面白い、ナイス、決まった、素晴らしい、ゴールを奪いました。それではもう一度見てみましょう。うまくフィニッシュまで持っていきましたね。もう大活躍。キックオフで再び試合が始まります。ベガルタ、もう王様だよこのチームの。後半26分、どう組み立てるか。リュウ、ボールを離しません。うん、これはファール。青山、うわ、一発レッドです。マジか、厳しい。ここで退場、ピッチを去ります。青ちゃん一発レッド。それではリプレイを見てみましょう。青山、これはちょっと危険なプレー。深いな、やっぱマジが。ちょっとワンボランチにするしかないな。ワンボランチにして、どうしよう。川本と、どっちかを取って、塩、塩入れるか。 OKOK。広島、ここでメンバーを大きく変えてきました。フリーキックで再開します。失点だけさえないのね。オッケー、ここはディフェンス頑張ります。後半31分、どのような攻撃を見せてくれるんでしょうか。なんとかボールをキープ。カズ、素晴らしいテクニック。この辺がね、無限はフィジカルが。あっと、いや惜しい。ボールはゴールマウスをそれました。ベガルタ、ここで大きく動きます。さて、ゴールキックで試合再開です。さあ、82分、残りもう守ろうか。大きく蹴り出します。おいおいおい、3番、ここでカットします。池内、あのたまにあるハイポジションなんだね。ポグバ、非常に危険よ、あれは。ポグバ、ボールを回していきます。終わりでいいよ。後半、終わっていいよ。オッケー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 、ナイスナイスナイス。広島、勝利を収めています。 3-0。 さあ、マオザマッチは岩波選手ですね。お、ま、岩波がマオザマッチか。さあ、評価点はこのようになっております。すごいね、岩波 8.5、 無限も8だけど相当すげえな。浦和も食いついてきてるな。さあ、アシストランキング無限がやっぱ2位に上がってきたな、9で。そして評価点は1位得点になったね。単独で、すごいな、浦和と広島アフリの選手しかないですね。お、19分、バスロマルを覚醒練習させて、また期限付き席に出そうかな。さあ、8月に入っての第5試合目は J リーグ公式戦、ヴィッセル神戸のホームに乗り込んでの対決となります。キックオフ、前半45分のスタートです。さあ、ウェイ神戸戦、神戸フォワードのマジーニョとポコはちょっと怖いんで気をつけたいですね。橋本、ボールを回していきます。奥井、
左に叩きます。ビッセ左サイドを使う。気をつけてよ。危ないですよ。これはどうだ。ちょっと止めて。危ない。これは決めたかったですね。いや危ないよ。ではリプレイを見てみましょう。吉田、これを決められなかったのは悔しい。普通にシュートまでいた。さてゴールキックで試合再開です。シュート打たれていた。ホグバ、どう持っていくか。さあさあ今度岩波、攻めよう攻めよう。右へ大きく出しました。いやナイストラップ。これはどうだ。シュート。オッケーオッケーオッケー。ナイス。ファインゴール。中山先制のゴールが決まりました。素晴らしい。今のプレーをもう一度。キーパーのタイミング外したシュートだね。キックオフで再び試合が始まります。前半17分ここからどうするか。前半18分ここからどう持っていきますか。止めてもろて。いい動きです。ファウル。ファウルです。マジーニ絶好の位置です。あっと狙った。オッケー。ないから奥だ。青山の後継者だからね。奥田左にパスを出します。パスを出します。上り。うわうまい。しっかりボールをキープ。山打ちんと。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。これはではリプレイを見てみましょう。中山これを決められなかったのは悔しい。ゴールキックで再開です。相馬どう持っていくか。そこ前。これはどうだ。危ない。池内よく防ぎました。パスがまずいんじゃない。まずいんじゃない。ここはディフェンダーが止めました。シール。広島ここからどうしますか。岩波右に叩く。奥田ここは右へ。うまくボールをキープ。からどうしますか。いい奥田。これはそして上。広島前半終わって1点のリードとなった。 OK 前半 1-0 です。キックオフです。どう持っていきますか。岩波ボールを回します。いやディフェンダーがうまく止めました。取られるか。いい動きです。いい選手よね。ここはディフェンダーが立ちました。ナイスディフェンス。クシール。岩波右へ出します。いやいや前向いてプレーしようぜ。後半13分ボール回さず。カズいい動きです。カズ何をされてます。広島右に叩く。さてどうだ。オッケーオッケー。ファールファール。ファウルです。それではリプレイを見てみましょう。河本今のは軽率でしたね。いやここ直接狙ってほしいな。無限カズ絶好の位置です。狙った。いや惜しい惜しい。さてゴールキックで試合再開です。そしたらとこう吉田しっかりボールをキープ。 OK ナイス。惜しい。ここはディフェンス頑張ります。大津ここからどうするか。ここは左へ。いや右へもう打ちに行こう打ちに行こう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 。これはどうだ。いやパスタイ中山決めた。これがチャンスになってどうか。中山ナイス。ビューティフル。素晴らしい。広島待望の追加点が入りました。いやエースストラリーカーっぽいボール。それではリプレイを見てみましょう。中山うまくフィニッシュまで持っていきます。広島大きく入れ替えてきます。さあ試合再開です。さあここでスリートップに変えました。ビッセルここからどうするか。田代ボールを離しません。ビッセルパスをつなぎます。ナイス。塩谷これはカットします。いいよ。ここからどうか。
自分で持っていきます。打っていい、いや惜しい、ゴールマウスを捉えきれませんでした。さてゴールキックで試合再開です。さあもう終わりじゃない、終わりじゃない、いいカットを見せます。それ取りたい、ここからどうするか。田代90分よ、終わっていいよ、終わっていいよ、面白い、オッケーオッケーオッケー、シール。3番ナイスカット、そして笛広島、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。アウェー 2-0、 中山でしょ、マンオブザマッチ、いややっぱ中山ですね。選手評価このようになっています。浦和は勝ってるな。あ、中山が得点11で上がってきたね。そして無限がアシスト10でトップに並びましたね。素晴らしい。さあ8月の6試合目は湘南ベルマーレのホームに乗り込んでの J リーグ公式戦です。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。アウェーベルマーレ戦、さあ組み立てます。菊池、いいね、青ちゃんディフェンス防ぎました。中山、さあ当然ながらこの試合も勝っていきますよ。広島、左に叩きます。うわ、うまい、やばくない、いった、やべえ、決めてくれ、決めてくれ、ヘディング、おーい、ボールはゴールマウスをそれました。チー、ではリプレイを見てみましょう。コシッチ、ちょっと力みすぎたんでしょうか。いや、なおちゃんのさてゴールキックで試合再開です。ファールです。さあフリーキックです。いやちょっとあのゴールシュート決めれなかったんでかいな。右へ馬場、うわうまい、ここはディフェンス頑張ります。ちょっと青ちゃんのボランチコンビはやばい、ね、ここからどうするか。やっぱうちのチーム今バランスめっちゃいいよな。なんとかボールをキープ、我ながら広島左サイドを使います。自画自賛、いいボール、ヘッド、いや惜しい、うまくコントロールができなかったようです。ゴールキックで試合再開です。先に先制点取ってきたいね。ベルマール、どう持っていきますか。いやこの辺も全部パスカットしてるからな。コシッチ、うまく止めました。オッケーオッケーオッケー。広島、いいどう組み立てるか。いいよ、どうでしょうこれ。いいよ、ドリブルで決めていいよ。オッケー、ナイス、決まった、素晴らしい、大津、見事に先制ゴールを決めました。リプレイです。大津、ここはきっちり決めてきましたね。いいね。さあ試合再開です。大津中山がコンスタントに点取れるようになってきてるもんな。なんとか防ぎました。で無限がもう10得点、12得点か、12得点10アシストっていう、もう素晴らしい記録残してますからね。素晴らしいテクニック。まずいよ、まずいよ、ダイレクト、危ない危ない。ゴールキックで試合再開です。うわ、うまい、ここはうまく防ぎます。高山、ここからどうか。いや終わりでいいんじゃない。ベルマ、右サイドを使う。終わりでいいよ、まずくない、まずい、サイドに上がる、まずい、ダイレクト、危ない、危ない危ない。さてゴールキックで試合再開です。そして笛、広島、1点、前半1-0、キックオフです。ちなみに池内と岩波が、コンディション不良で出てませんので、
広島右に叩きます。があります。左に大きく出します。登り里、うわ惜しい。ボールはこういうのも今までなかった形だもんな。登り里ちょっと力み、惜しいな。ゴールキックで再開です。パスをつなぎます。ここからどうするか。いやパスを出します。 かったね、このボールを左へ。ベルマールパスを送ります。オッケー、ナイス。コシッチディフェンダーがうまく止めました。シュート中山、これがチャンスになってどうか。うわディフェンス頑張ります。もったいない。ワンツーうまくつなぎます。島村右にパスを出します。小林左にパスを出します。馬場パスを出します。止めてよ。オッケー。ディフェンス頑張ります。コシッチドリブルで突き進む。ああファール。ファールです。小川とコシッチ変えます。フリーキックからのリスタートです。小川使ってくるか。小川さあサイドからいきます。あ惜しい。さあ入れます。決めた。阿部しっかり取ります。いや阿部さあロングボール決めた。いやうまいな。広島うわパスをつないでいきます。シュート。うわ惜しい。素晴らしい反応。これは防がれます。リプレイが出ます。阿部いやよくボールに止めましたね。ボールを入れます。ディフェンス防ぎました。ファールうーんこれはファール。シュートイエローカードが出されます。ボールを蹴ってほしいんですよ。塩谷今のは軽率でした。ディフェンス蹴っちゃダメです。フリーキックで再開します。パスを送ります。シュート最後シュート行こうシュート。宇佐美ここは止めました。阿部しっかり取ります。長いボール ここで長いホイッス。広島堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利している。いやもうちょっと点取れたけどな。まあしょうがない。オッケー。マブザマッチャオス選手ですね。選手評価はこのようになっております。浦和も負けないな。浦和も食いついてるね。さあ8月の公式戦最後の試合はですね、広島アフィリのホームで横浜 F マリノスとの対戦となっております。前半の45分が始まりました。斉藤学とどう組み立てる。広島このボールを左へ。さあ組み立てます。広島パスをつないでいきます。惜しい。ここはディフェンダーが止めました。珍しいねポグバ。中町右へ。あんなとこで取られるの珍しいわ。シールがしっかり。ここはディフェンダーが勝ちました。上り坂、ね、広島ここからどうしますか。ナイス。中山さあチャンスになりました。ナイス。上り坂いいボール。ダイレクトで叩いた。うまい。オッケー。これが決まった。素晴らしい。均衡を破ったのは広島。よしっち。それではリプレイを見てみましょう。あ冷静だったねここ。うまくフィニッシュまで持っていきましたね。素晴らしい。キックオフで再び試合が始まります。日が大きく蹴り出します。だ通るか。 F マリノス右から崩します。ファーサイドに上がる。怖い。いやオッケー。3番
ここでカットします。シールマジで効いてるわ。広島ここからどうか。青山、おちゃん、青山右へ、ポグちゃん、ポグバ、このボールを左へ。いや、うまいね。パスを出します。そこ見れてるのうまい。岩波、これはチャンスになりました。来た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 、抜け、いった。このシュートは外れました。何をされてます、無限は。ではリプレイを見てみましょう。カズ、これを決められなかったのは悔しい。ゴール宇宙開発じゃないの。ゴールキックで試合再開です。若さが出たな。佐藤、うまくボールをキープ。中村、ボールを離しません。さあ組み立てます。しっかりボールをキープ。 F マリノス、パスをつなぎます。やばい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 、ちょい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 、あっぷ。ゴールマウスを捉えきれませんでした。ちょっと自由にやらせ、リプレイです。斉藤、ちょっと力みすぎたんでしょうか。いや、みんなも斉藤学びの新選手の一人なのよね。ここでカットします。ここで長いホイッスル。広島、後半開始のキックオフ。さあ後半最初のチャンスを確実に決め切りたいな。どう持っていきますか。中村、そうすか、パスをつないでいきます。中町、右へ出します。小倉、ここは左へ。いや、あの辺取れないね。 F マリノス、左サイドを使います。まずい、ここはディフェンス頑張ります。左に畑、あ、落ち着いてる、ナイス。今の上り里、右に畑、カズ、右に大きく出します。いいボールよ。広島、いいよ、パスを送ります。ファル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 、これはファール。ではリプレイを見てみましょう。中澤、今のは軽率でしたね。この位置から果たして狙ってくるのか。狙った、うわ惜しい。うまくコントロールができなかったようです。リプレイです。いや、俊介の前でフリーキック。さてゴールキックで試合再開です。俊介認めてもらいたかった。小林、ボールを回します。あれじゃまだ俊介は、うん、F マリノス、パスをつないでいきます。まだまだですねって言うよね。ディフェンス防ぎました。さあ積極的行こう。パスを送ります。広島、チャンスです。ここはディフェンダーが勝ちました。どう組み立てるか。パスをつないでいきます。ここからどうするか。オッケーオッケーオッケー、ナイスカット。ここはナイスディフェンス。行こう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 。うわ、ファウルファウルファウル、ファウルです。広島、大きく入れ替えてきます。さあ選手を変えていきます。フリーキックからのリスタートです。このパスはオフサイド。さあフリーキックです。中町、中町、ここは右へパスを出します。いや、うまいな。中村、なんとかボールをキープ。上り里、ここは止めました。スローインでゲーム再開です。ディフェンダーがうまく止めました。広島、さあ組み立てます。ここからどうするか。終わりかな。どう、そして上。オッケー、まあしょうがない。広島、勝利を収めています。全然いいよ、 1-0 で。アレク・コシッチ選手がマウトマッチですね。試合後の2つはこのようになっております。評価点は、まあ悪くないね。さあそして浦和も、浦和って何、得点力何なの、浦和のこの得点力は。さあ月間ベストイレブンは
4選手ですね、中山、登里と無限、岩波がいって、結果 MVP は無限が獲得しております。いいね、無限。さあ、9月に突入ですね。9月はアジアチャンピオンズリーグが2試合、ルヴァンカップ決勝トーナメント1試合、あと J リーグ公式戦4試合か。 OKOK。 さあ、今週からアジアクラブチャンピオンシップ決勝トーナメントですね。お、放映権料2億5000万。OK、20億いったよ。はい、それではですね、本日のサカツク広島アンフィニ編はここまでにしておきたいと思います。次回からはですね、9月に入っての、アジアクラブ、アジアチャンピオンズリーグの、決勝トーナメント、テヘランとの2試合と、J リーグ公式戦ですね、こちら4試合。そして、ルヴァンカップ決勝トーナメントの清水エスパルスとの対戦が入っております。そしてですね、 J リーグはアウェーで浦和との1位2位対決がありますので、こちら負けなく勝っていきましょう。それではまた皆さん会いましょう。バイバイ。